はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、サウンドウォリアー音響選手はですね、今回診断で強化されましたんで、こちらを使った音響セフィラエンディミオン DD バリアドン、これを紹介していこうと思っております。相変わらずデッキ名がありえんくらい長いけど、このテーマちょっとね、今回初めて使ってるんですけれども、僕のチャンネルよくご覧いただいてる方だったら、僕がどんだけペンデュラムが苦手かっていうのがね、よくわかってるかなと思うんですよ。これね、これこのデッキで意外と簡単です。これなんでかっていう話をするんですけども、これね、目指すべきルートが結構ね決まってんですよ。割となんかデッキの中はいろんなパーツ入ってるんですけど、これなんでかっていうと、エレクトラムからのね、バリケードベルクラドンっていうバリアドンをしたいからなんですよね。これ音響戦士が機械族なんで、結構横に並べる効果プラス機械族っていうシナジーがあるんですよ。ってことは結局なんかラドンが出しやすいっていう、ラドンが出ればね、最低限かなり妨害が伸びますんで、今回はこれをね目指していこうというふうに思ってまして、今回入ってるギミックはサウンドウォーリアーの他にも、エンディミオンの出張パーツ、DD、契約書の出張パーツ、それから、セフィラの出張パーツ、ダークブルムと霊廟、要するに、ドラゴンリンクで使われてるあの動きの出張パーツが入ってまして、出張パーツ全部載せれっきみたいな感じです、はい、ペンデラム出張、ペンデラムグッドスタッフみたいな、そんな感じで。動かし方はね、結構ね、手札によってなんかいろいろある変わるんですよ。なんで決まったルートはないから、頑張ってエレクトラム立てようって感じまずは一旦ね、はい。で、エレクトラムさえ出せればね、大体ギータスとかまではアクセスできるんで、アストグラフとかだから、モンスターは前にバンバン並んでいくから、結構展開力でゴリ押ししていけるっていう感じですね、はい。で、ですね、何が強くなったかっていうと、サウンドウォーリアーのこれギータス1枚でエレクトラムいけるようになったんですよ。これね、ギータス1枚でどうやっていくかっていうと、ギータスの方から手札のコストを捨てると、デッキから音響戦士出せますというペンデラム効果、これは今までありましたけどね、これを使って、でギタリスっていうこの新規モンスターを出してくるわけですね。でこのギタリスの効果で、特殊召喚に成功すると、自分のピーモンゾーンのカード回収できるっていう効果があるんで、これで ギータスを回収してすぐ召喚すると、ギータスプラスコストがペンデラムモンスター2体に変わるんですね。だからそうなってくると、もうすぐにエレクトラムがいけるということで、エレクトラムからいければもうね、大体アストログラフ送ってなんか展開したりね、いろんなことができるから、ここはもうなんか手札によって変わるんだけど、大体ここを出していってバリアドンしろと、割とね、エレクトラムのリンク先に使ったギータスとか出せるから、そしたらもうこっちのもんよ。で展開上、一応今回エンディミオン入ってて、サーバントオブエンディミオンで魔法カードいっぱい発動するとカウンターどんどん溜まっていくんだけど、このサーバントオブエンディミオンが一応カウンター3個取り除くと、デッキからなんかエンディミオン系のなんか丸カウンターが置けるモンスター出してきながらこいつ出すっていう効果があるから、ここでエレクトラムとかもいけるし、シンプルに誘発対策になるキングジャッカルとか、それから制圧力のあるエンディミオンとか、この魔導王の方のが出せるんで、この辺を、サーバントで出していくっていう動きを最初にしながら、エレクトラムができると一番いいかなっていう感じですね、はい。で妨害もね、質的にはバリアドンするんで、割と暴天荒からなんかザベージやらバロネスやらつながって、でしかも暴天荒経由してるんで結構キュウシとかね、それからセフィラも経由してるんで、このセフィラの進撃っていうカウンタートラップが噛められて、展開見ていただいたら分かるんですけども、カウンタートラッププラスバロネス、プラスなんかアーデクとかになるんで、かなり強いです、はい、全校制圧力は。ちょっと増殖する G とか、誘発がかなり重いテーマではある、テーマっていうか重いデッキではあるので、ちょっとそこが心配かなって感じ。そこをなんかなんとか手数でご了承していきたいと、はい、いう感じの構築になっております。で入れたいカードを全部入れた結果、デッキの枚数が意味わかんない枚数になりましたけども、芝刈りしないのにこの枚数になりました。ただこんだけやっても別にそんなに事故ないんで、なんでかっていうと手札が全部展開になるから、大体展開になるから手札が、だからね、なんとかなる。はい、早速ご覧いただきましょう、対戦を。デュエルスタンバイ。割とこのデッキなかなか面白いですね。初めて音響戦士をまともに使ってんですけど、増殖はケアできるか、その方かみたいな。ダークブルム、
なんかペンデラムグッドスタックみたいな感じだからさ、割とそのエレクトラムからのバリアドンみたいなやつ目指していけばいいんで、なんか意外とルート決まってんですよね、その道筋は。なんかカードは結構いろいろあるんだけどさ、あのね、結構ね、あの回しやすいかなと思ってるわ。はい、で、うらら1枚あるから、うらら捨てていいか。うらら捨てるのマジ、うらら捨てるのもうらら捨てる以外うららあれだよな、あの強い動きねえもん。でギタリスを、はい、でギタリス効果で回収して、でエレクトラも一回行きますか、一回行きましょう一旦ね。はい、で結局なんか無限法要とかエフェクトベイラーとかをエレクトラムに打たれて、ああやばいってなることは結構あるけど、これまだペンデラムしてないからな。普通にもしここに向こうって言われてもなんとかなりそうな、手札ではあるね。結構召喚剣も使ってねえし、はい、まあこれ全部ダラ通りっていうことは世界が終わるってことですよ。アストログラフマジシャンの効果を発動、アストログラフマジシャンの効果で、ここ、はい、でからのデッキから特定のカードを手札に加えていく。でエレクトラムでワンドローも入る、強すぎ、わらたシーンもあるってことは、これはセフィラも展開できてしまうかもしれないということですね。新タクちゃん発動しますよ、これ新タク発動、これめちゃめちゃ強いな多分。で、グラマトン持ってきて、でグラマトンペンデラムスキャラに貼って、でグラマトン効果使ってスケール上げる、で下スケール貼る、やっとここでペンデラムしたな。はい、いけ俺のモンスターたちよ、ほいはいはい。めちゃめちゃ並んできた。セフィラシーゴくんの効果を発動、デッキから、流星化セフィラを持ってこれるとかいうヤバすぎる効果によってセフィラの進撃もしっかりとサーチをしていく。そしてここからですね、バリラドンする前にですね、これはですねバロネス立てれますね、73あるんで、これバロネス最初に立てまして、でそこからバリアドンとかいうガチでやべえムーシーがいいから、こうする。はい、あらかじめバロネス立ってからバリアドンできる、マジこれやばすぎでしょ。さすがペンデラムで、バリケードでしょ、で機械族残してがいいからここだろう。なんかまあバロネスはでこれ立たないこともあるんですけど、この最初にはまあ今結構上暴れてるんでいきましたけど、全然ねここまではいけます、結構ラドンまでは割と到達できる。はっ、トウ発動、トークン3体出ます、3体目でラドン効果発動、トークンをこことここをリリースして、でオライオンちゃんを出していく、おい、でボウテンコウ強すぎるな、マジで返せんのか相手展開見てるけど、でボウテンコを冥王結界派とか持ってる、でオライオン効果使ってトークンが生まれて、ボウテンコウで九死持ってくる。これねこのデッキの強いところはね、あの前もちろんモンスター並ぶのも強いんだけどさ、これ実はですね後ろにね妨害構えられるってのは強いんですよね。これトラップカード、しかもカウンタートラップ2枚なんで、これめちゃくちゃ強いですよ。これ例えば一滴とか、ああいうカードをなんか無効化できるんですよね。冥王結界派も無効できます、別にカウンタートラップあるんで後ろにね。これがめっちゃ強いです。はい、だから相手のなんかその怪盗とかを許さない、まあ、怪獣とかは聞くけど、それ装備するわ。4050これ何でも向こうと、さらにセフィラシューゴが出てきて、で俺まだ召喚剣使ってないからラミア召喚して、召喚剣使ってないのおかしいだろ。
行かれてんだな、このデッキ。で、おい、あー、デッキ、これで、まあ、禁じられたひとしずくも打てません、これで。なんなら。セッツ。セッツ。で、うららもありますね。だから、1、2、3。1、2、3、4、5、6妨害やります。はい。先行6妨害。対戦よろしくお願いします。ルベルスタンバイ。これ、脅威の先行 6妨害でしょ、これ。しかも、なんか、ちゃんとさ、カウンタートラップ2枚やんのやべえよな。テラフォーミングはどうでもいいわ。テラフォーミングは結構どうでもいい。あー、これペンデラム対決だ。なるほど。天空の交際ね。大きいでしょう。まあ、交際は別にいいよ。交際は別にいい。スケール、螺旋のストライキングバースト。なるほど。オットアイズ加えるはあかんくない？オットアイズ加えるのやめようぜ。オットアイズ加えるのやめましょう。よくないっす。もう、そういうなんか危険な効果はよくないですよ。やめましょう。話し合えばわかる。やめましょう。やめようぜ。やめようぜ。落ち着こうぜ、一回。相手3枚で手札。相手手札3枚ってもうバロネス九死進撃で終わりだろ。ドクロバットジョーカー。はい。さよなら。で、スケールを進撃と九死で吹き飛ばしていけば、マジで何もできないですね。相手全然諦めねえな。根性だけはすげえわ。はい、うるさい。うるさい。デッキに戻ってもらいまーす。とりあえず、シューゴさんをぶっ壊しながら、はい。効果としない。いえ。で、シューゴさんの効果で、セフィラカードをサーチします。ありがとうございます。で、相手の手札、1枚ですね。さあ、なんか発動しますか？どうしますか？召喚器使っちゃいましたね。これ遅延されんじゃねえ？これ。遅延されると読んだ。諦めないね。全然諦めないじゃん、あいつ。くさ。あいつ全然諦めないじゃん。わろた。根性だけはすごいわ。ただ、こんだけ妨害あると何もできないと。なんもなかったわ、相手。どうやら、理解したようだな。そうだ、これが遊戯王マスターデュエルだ。対戦、ありがとうございました。よし。よくやった、お前。この左側2枚は非常に熱いぞ。愚かな埋葬はちょっと若干あれだけども。星読みの魔術師、何？ペンデュラムテーマ対決来た。ジュエリストアドベント。ちょっとお春裏で。アドベントやめようぜ。魚打ってくるんだ、まあいいや。これはスケール張った瞬間に増殖する G とかいうガチでやばいカードぶん投げればいいので、俺展開でもできるかな、これ。あ、でも一応あれか。ダークブームいるから、なんとかなるかな。もうここでしょ。ここでしょ。ここやで。完全に。これで増殖する字打って、しっかり、よし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 、通った。通ったらでかい。とりあえずドローはできる。あー、なるほどね。ペンデラムマジシャンね。エンタメイト持ってくる効果。召喚器は使っていないので、ドクロバットジョーカーを手札に加えていく。なるほど。これどこまで動いていくんだ？これ、俺、もしかして無限にドローできる？無限ドロー編始まる？これ。死毒。はい。終わりませんね。結構ドローできるんじゃないでしょうか。バグースか？あ、めんど。じゃ、だる！だる！ちょ、バグースかとかいうガチカスカードやめろや。ちょ、そのセットなんだ。ペンデュラム、なんか時空の、なんかペンデュラムグラフみたいなやつか。じゃ、あのカード強いんだよな。ギータス、じゃなくてギタリスか、これ。ギタリスあんま強くねえな。まあ、一旦霊廟打つか。もうダークブルーも引いちまってっからな。ちょっと若干何を落としたらいいか問題はあるが。竜の霊廟の効果で、とりあえず何もなさそうなので、一旦リンクモンスターでぶん殴っていくしかないですね。
守備2100突破すんの鬼むずいんだけど、どうしてんだろうな。リンコンスター、いやもうなんか頑張って、アウローラドンの2100で殴っていくしかないんじゃないそんなことあるって感じだけど、それしかないんじゃないかっていう説はあるんです。一回セフィラグラマトンからのスケール、こいつゼロなので優秀なんだよな。グラマトン許してお願い。よし、グラマトン効果と、いやこれあれなんだろう、あの癖、なんかあの破壊する、うわー破壊するやつだ、なんだっけ、なんかやばいこと起きるような、これでスケール破壊されんだよな確か。まあ、でもこれ、セフィラ送れないってことか、送れないか、送れないよな。それ破壊されると、破壊される、強くねえかな君さ。ちょっとお待ちください、オロマイで落とすカード雑魚すぎるけどな。ちょっともう行くしかねえな、これでこうだな、でこうだな、でデストルドを出していく、ライフ半分払うけどもしょうがない、通る、リンクつなげればいいから、リンクつながればいいんでしょう。バリケードベルクが出るんですね、バリケードベルク出る、ここと、ここだね。バリケード出た。バリケード効果を発動しない。でギタリス召喚か？めちゃめちゃ強引に突破しようとしてるぞ、俺。これで、ラドンなら、いける。ここ。ここ。OK。打点が、2100強いこれバトルだろ、一回これ一回バトルだろ、これはい、はい、バトルラドンで、ラドンでバグエスか普通に殺して、オッケー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 、メイン2入ってから、効果、ラドン効果発動して、デッキからラドンとトークンをリリースして、オライオンで、オライオントークン出す効果はもう発動できないことを覚えておこう。でとりあえず暴天候を使う、 OK で暴天候を特殊召喚して、効果でこれで九死持ってくればいいんだな、九死持ってきて、いける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 、多分で、これ妨害結構強い、妨害できんじゃないの、これこれこうじゃない、あ今バロネスのやったかな、バロネスの方が良かったかもな、ちょっとミスったか、バロネスの方が良かった気がするな、破壊できるもんな、普通にミスったな、まあいいか、サベージでラドンを装備して、で九死構えてる、これスケールなんか持ってきたらそれ破壊すればいいか、セットこれでエンドじゃない、これでエンドだわ、サベージで一応なんか無効があって、九死で相手のカードデッキバウンスできるんで、ペンデラムグラフはね割とね、これめんどくさいな、これは普通に無効にするでしょ、で吐かされた、でスケール発動に9死だ、来た、これ絶対バルネスだったわ、ごめん、じゃあバグースか突破するのに頭がいっぱいすぎて、うわなんかまだ動けんの、えなんかそんな効果あるんだ、やばい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 、それ止めたらなんとかなるんじゃない、それ止めたらなんとかなるでしょう、それ止めたらなんとかなるでしょう、多分行こう、優勢の九死発動、カウンタートラップ、スペルスピードマックス、よし、そして集合破壊、いいえ、さらに集合破壊された場合の効果、
セフィラカードを1枚手札に加えていく。よし、スケールないから何もできんだろ、頼む。あ、よしオッケーオッケー、キュッキュッキュッ、8000出るかな、こねくり回して8000出すしかないな。セフィラの新意効果発動します。セフィラの新意効果発動してセフィラの新タグ持ってきます。一応時空のペンデラムグラフの効果は、サベージで無効化できるんで多分なんとかなるから大丈夫で、でこれでセフィラグラマトンを発動でスケールを上げていく。これで上スケール確保したでしょ。でこれ召喚ですね。で下スケール持ってきましょう。覇王門ゼロサーチ、ゼロから7のスケールが張れる。つまり1から6のモンスターが同時で召喚可能。うるせえ、うるさいうるせえ、黙れ。よし、ペンデラム召喚、揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光の枠、ペンデラム召喚、いけー、おーらー、効果発動、効果発動。契約書って何が出せんだ、これレベル1のモンスターが一応持ってこれるか。地獄門の契約書、今打点いく足りてる、これまだ足りてない。ここ一応行った方がいい。これこねくり回したけど、これ打点足りてたわ、すまん、ありがとう待ってくれて、いい練習になったわ。対戦ありがとうございました。バグースカはアウロラドンで抜け。あー、はい、あのね、これ先行取られたらだいぶ勝率落ちるわ、このデッキ。なんか展開札にめっちゃ寄ってるから、相手が先行取ってくるとまあきついという話はある。グリモの魔導書、魔導珍しい、魔導書か、これ出張パーツで入ってるパターンもあるかも。全然でもバテル、なるほど、バテル召喚からバテル効果で魔導書をサーチしてくる。審判の時来た、審判はやばい、審判はやばいまさかのリミット1になって、今もうあれか、純正義だっけ、マサディエル、あいえ、なんだっけな、これもうなんか使ってるからわかんねえよ、このカードやばい、ちょっと魔導書連打すんのやめろ、やばい、これゴッド条件システム来るか。ユドラの効果、バテルをリリース、強えやばい、魔導書めっちゃ発動してる、まずい、もうやばい、もう3枚くらい魔導書発動したな、でゴッド上限システム来るぞエトワールサーチ、ゲーテサーチ、まあ、エンドフェイズサーチが遅いけどな、これ。あーで、ネクロね。まあ、どうしようね。からの、やばいゴッド上限システムだ、いや、でもそんな感じで終わるのこれ。これ普通に殴ればよくね、え、これ、殴れば勝ちなの普通にあなた殴れますけど。別に召喚してぶん殴れば、なんなら普通にダークウルム召喚してぶん殴ったら勝ちなんじゃないかって言ってたんで、まあ、とりあえずシーン発動するわ。誘発もなんもないの、え、なにこれ、なにこのクソラゴン盤面。魔導書ってさ、なんかゴッド上限システム最強みたいなこと言われてませんでした、クソ弱くねこれ殴ったら勝ちやんけ。特殊召喚が封じられてるっていうのは知ってんだけどさ、いやこれ、え、ダークブレム効果全部止まれあれ、お、大丈夫かお前、もう死ぬぞバトル、普通に守備力1300だけどいや上限弱すぎるだろ、こんな弱いの上限くん可哀想になってきた
上弦さん、君はもう時代に合っていない。縄文時代へ帰れ。